高校2年生です。文系から理系受験します。入試では数学 1A、2B と物理を使います。物理は好きなのでのめり込んでいるんですが、数学の面白さがわからないです。数学の実用性、面白さをご教授くださいあ。物理好きなんだったら数学とか面白いんじゃないですかね。うん、物理ってまあこうどういうふうにものが動くかっていうことのイメージだと思うんですけど、まあ、数学は、うん、そうだな。 実用性っていうことに関して言うと、少なくとも高校数学っていうのはめちゃくちゃ実用性ありますね。はい。実用性があるっていうのも、大学で学ぶ物理だったり、まあ、高校の物理もそうなんですけど、全部高校ので学ぶ数学の上に成り立ってるんですよ。ベクトルだったり、微積だったりっていうのはめちゃくちゃ重要ですよね。微積が一番、まあ特にそうなんですけど、 運動方程式とかっていうのっていうのは完全に微積じゃないですかね。あの微分方程式。あ、まあ物理を微分を使ってやらない場合、やってない,い場合はちょっとまだ理解できないかもしれないんですけど、微積とか使うと、あ、数学っていうのは本当に何かの、まあ数学を使って物理だったり、まあ科学でも生物でもね、何でもつながってるんですよ。実は深めていくと。 っていう、まあ、その本当に基礎的な部分なので、まあ、実用性はめちゃくちゃあるし、面白さで言うと、高校数学って割とパズル的なところが多いので、まあ、難しい問題解いていくと楽しいんじゃないですかね。あ、こういう基本問題をこうやってパズルで組み合わせていくんだ、はその発想なかった、まあ、アハ体験、謎解き、まあ、なんかそういう感じで、うん、楽しいと思いますよ。うん、僕は楽しかったです。まあ、楽しめればね、どんどん伸びていくからね、楽しめるように考えてもらえたらいいと思うんですけどね。はい。